こんにちは、三兄弟二郎です。今日実は腰をやってしまいました。その原因としましては、今日土曜日なんですけど、午前中に、軽自動車のタイヤ交換をしていまして、交換3本目の時に、少し腰がなんかピキッという感じになったので、これはと思ったんですけど、その時はまだ、全然動ける状態だったので、少しなんか腰に違和感があった状態で、で、4本目も全然、交換できて、で、しばらく普通通り、生活してたんですけども、だんだん1時間ぐらい経ってくると、随分、痛くなってきて、で、もうあんまり、痛みがね、大きくなってきたので、少しこれは横になろうと思いまして、1時間ほど、ベッドの上で寝てまして、その後起き上がった時に、もう非常に激痛になってきまして、で、立ち上がるのも、なかなかやっとで、ずっと立ち上がってると、少し歩けるような状態にはなるんですけども。で、土曜の昼から、もう今昼の3時前なんですけど、もう病院がちょっとや、前行った病院がやってないので、土曜日の昼からは。で、新しい病院、病院行って治るものかどうか、ね、そんな急に治らないのは分かってるので、なんとかこのね、2、3日様子を見て、月曜日あたりにもし、ね、まだ、ね、回復の見込みがないようであれば、病院に行こうと思います。で、この、今はめてるコルセットなんですけども、これは5年前に、やはりその腰痛って言いますか、ぎっくり腰っていうんですかね、3ヶ月ぐらい痛かったんですけど、ね、で、しばらく整形外科の方にリハビリとか通ってた時がありまして、もう5年以上前か5年ぐらい前ですかね。で、その時にこれね、コルセットをもらったものがあったので、それを今はめてるんですけども、これはめたら少しだけなんか楽なような気がするので、はめてるんですけども、今いろいろネットで調べてみて、ね、安静にした方がいいのか、それとも、ね、少し痛みがあっても、普通に動いた方がいいのか、いろいろ、ね、気になってたので、調べてみたら、普通の生活をする方が、一番治りが早いのかなという、そういった記事を目にしたので、なんとか、普通通りというか、痛みを少し、我慢しながら、生活した方が、いいのかなと思いながら、今撮影しております。とりあえず明日日曜日なので、病院はやってないので、月曜日、回復の見込みがなければ月曜日に病院に行こうと思います。ということで今からのね、タイヤ交換の時期、皆さん、腰痛持ちの方は、気をつけてください。私はそんなに、腰痛くならないあれなんですけども、最近やっぱりこのね、この5年前のもっと前、10年ぐらい前にも一度なったことはあるんですけど、それは1週間ぐらいで治ったんですけど、なのでなんとか1週間ぐらいで治れば、月曜日までに治ればいいかなと。そんな風に思ってます。ということで、今、小屋のペンキ塗りを明日しようと思ってたんですけども、明日晴れるので、これちょっとペンキ塗り無理かなと思いましたので、このね、ぎっくり腰になったという報告を、しようと思いました。ではね、皆さんも気をつけてください。では、また。